NHK 連続テレビ小説ブギウギがスタートしました。今回はこのドラマの見どころについてお話しします。まず最初にドラマのあらすじから。歌うことが好きな銭湯の看板娘、花田鈴子は小学校を卒業後、大阪の歌劇団に入団します。やがて夢を追いかけて上京し、ブギの女王と呼ばれる戦後の大スター歌手へと駆け上がっていきます。戦中戦後の暗い時代、恋と別れを経験しながらも、人情を大切に、そして、ひたむきに歌と踊りに向き合い続けた、波乱万丈な鈴子の半生を描きます。ヒロイン花田鈴子のモデルは、東京ブギウギなどのヒット曲で知られる昭和の大スター、笠置シヅ子さんですね。そして、ヒロイン鈴子を演じるのが、趣里さん。趣里さんは、水谷豊さん、伊藤蘭さんご夫妻の長女ですね。趣里さんは、本名らしいですよ。1990年9月生まれなので、現在33歳ですね。すでに多くのドラマや映画に出演されているので、ご覧になった方も多いと思います。私が最近見た中で印象深いのは、昨年 TBS の日曜劇場でやっていた、阿部寛さん主演のドラマ、ECU ですね。海上保安士の役でしたけど、見かけは可愛らしいのに、隊長からの信頼が厚く、頼れる存在という役柄を見事に演じていたと思います。NHK 朝ドラへの出演は2016年上半期のトト姉ちゃん以来約7年ぶりだそうです。ドラマタイトルのブギウギというのはご存知の通り昭和23年に大ヒットした東京ブギウギから来ていますね。この曲は昭和を代表する作曲家、服部良一さんが、笠置シヅ子さんとタッグを組んだ、初めての作品だったようです。その後も、買い物ブギーなどの、ブギウギの名曲を世に送り出しました。今回のドラマの音楽を担当するのが、その服部良一さんの孫にあたる、服部隆之さん。また、ドラマの中で、服部良一さんをモデルとした作曲家、羽鳥善一を演じるのが草薙剛さんということで、そちらも楽しみです。ドラマの見どころの一つは、趣里さんをはじめとする出演者の方々の歌と踊りだそうです。趣里さんは4歳の頃からクラシックバレエをやられていて、イギリスへのバレエ留学の経験もあるそうですが、残念ながら度重なる怪我でバレリーナの夢を諦めたのだとか。その後、演技の面白さに目覚めていきますが、ご両親と同じ職業になるということで、2世としての葛藤もあったようですね。でも、所属していた劇団の主催者から励まされて、3年 B 組金八先生のオーディションを受けて合格し、それが女優としてのデビュー作になったようです。クラシックバレエとダンスでは、同じ踊りといってもテンポも動きも違うと思うので、お稽古は大変だったんじゃないでしょうか。歌に関しても、ボイストレーニングの先生と二人三脚で、呼吸から発声の仕方まで猛特訓を受けたそうです。音楽を担当する服部隆之さんは、日々上達する趣里さんの歌唱力に感嘆して、急遽主題歌に参加を決めたそうです。その辺はやはり、ご両親の DNA を確実に受け継いでいますよね。また、朝ドラで毎回話題になるのが、ヒロインの幼少期を演じる子役ですが、ヒロイン鈴子の幼少期を演じる沢井梨丘ちゃんは、700人のオーディションから選ばれたそうですが、見た目が趣里にそっくりと評判だそう。インタビューでは、趣里さんについて、想像通りの素敵な方、相手の方を信じて、お芝居したらいいよってアドバイスをいただいて、毎日その言葉を思い出して頑張ろうと思ってます。と、明るく答えていました。歌もとても上手だそうです。最後に、ヒロイン鈴子の人物像についても
触れておきたいと思います。スズ子の人生には厳しい試練がたびたび待ち受けますが、持ち前の明るさと前向きな気持ちで乗り越えていきます。その一方で周りの人にとても人情深い面もあります。競争して勝ち残っていこう、自分さえ良ければという考えではなく、周りの人と手を取り合い、誰のことも見捨てず、みんなで一生懸命生き抜こうというキャラクター設定になっているそうです。笠木さんの自伝を読むと、舞台の裏でも周りの人々に深い愛情を注げる温かくもユニークな人だったそうです。ドラマのプロデューサーはそんな笠木さんを、今の時代のお茶の間に無理のないカラッとした明るさを持って届けたい、色鮮やかなワンピースで歌って踊る鈴子を見ていると、ドラマの中の観客だけでなく視聴者も見ていて気分が高揚してくる、歌に踊り笑いあり涙ありの心ズキズキワクワクなドラマをお届けしますと語っています。私も毎朝楽しみに見たいと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。